はい。皆さん、こんにちは。吉田のりまさです。えー <coughs>、本日、2024年7月の、<coughs> 23ぐらいかな。えっ、ー、と、昨日、メインチャンネルのコミュニティでもお伝えした通り、風、風ですかね。今日、病院に行くんですけど、な <coughs> りました。ただ、病院行くまでの、 間が昨日の夜からですから、結構時間がありますので、えっ、ー、と、薬を飲んだ方がいいと思ってですね。えっ、ー、と、症状を薬局に伝えた上で、えっ、ー、と、鼻づまり、咳、えー、発熱に効くと言われる薬を飲みました。 そのためかですね、昨日の夜、37度、その前が、薬飲む前が38度一部、38度、38度,38度1分、38度一部、38度三部とどんどん上がってたんで、ちょっとコロナではないかなと思って、うん、あてしたんですけど、うん、えっと、38度三部で止まったんですよね。で、その後薬を飲んで37度。 部かなまで下がったんですよ。なので、あ、良かったなと思ったんですけど、でも、薬で下がってるだけなの可能性があるんで、うーんと思ったんですけど、で、えー、ただ、ね、昨日だったか今日だ、もう忘れちゃったんですけど、鼻水が黄色かったんですね。で、調べたら、あの、ウイルスの死骸であると、黄色いってことなるほどと。 うん、じゃあ、普通の風邪ではないんだろうなってちょっと思ってですね。まあ、病院の先生の判断、診断の上でってことになるんですけど。うん、いやー、コロナだったら嫌だなと思ってですね、うん、先ほど鼻噛んなら、あの、白かったんですね。で、調べましたら、えー、っと、ウイルスに白、えー、白血球が勝利した、ちょっと、 わからなかなったんですけどまあ、いずれにしても、回復の傾向にあるのが、色が白い、もしくは透明であるということが分かったので、あそっか、良かったなとも思ってます。まあ、でも病院にもちろん行きますけどね。うんまあ、そうですね。という状況です。<laughs> ご心配してくださった方々、本当に、えー、ありがとうございました。 えーまあ、今の感覚からすると前回2023年の11月だったかなコロナになった時もあの記録を残していたんでフェイスブックに改めて見ましたところ、えー、と 4? ん 39. 点何度とかだったんですよね <laughs> 体温がで。そこまで上がっていないこととその鼻水の色は、まあ、それだけでも判断しかねるんですけど。 ってことを考えると。ま、あコロナじゃないんじゃないかなと。<laughs> 思ってます。はい、で記録を残しとこうと思いました。ただ。こんなになんだろう。重いというか、ちょっと風邪引いちゃいました。ちょっと熱が出ました。って感じ。では全然ないんで。で、鼻水が黄色かったことを考えるとどっかで。その？ に感染したんんだと思うんですよね <laughs> で僕考えんーたのがちょっとわかんないですけどあのまあ2つあって1つはあでも違うかなあのエアコン <laughs> の掃除をしてないんですよ私ずっとでエアコンが汚れてるはずなんですねで <laughs> 埃とか、カビとかを吸ってしまったんじゃないかと。で、それで喉が痛かったんじゃないかなと。最初は思いました。でも、それで風になるかなちょっと違うかなそれは。そうすると、三つですね。理由は。鼻が出てきた。あと、二つは、えっと、エアコン、 ここなんだろうな。エアコンのかけすぎ。いや、でも、汗かいてもやっぱ部屋でね、エアコンかけてたんで、そうなのかなと。ちょっと話で成功しちゃうんですけど、えっと、症状が、えっと、本日よりも4日5日前に喉が痛くなりましたと。その後に、おとといぐらいから鼻水が出ました。で、昨日、熱だったんです、ね、そういう順番ですね。 うん。でだるくて、昨日。で、氷枕してみたいな状況だったんですけど。で、ここ1ヶ月、数週間以内に、もちろん海外には行ってないですし、静岡県からも出てないですね。人混み。<laughs> まあ、買い物とか行ったらね、人混みは、な <laughs> りますね。<laughs> 人混み、良くないっすね。<laughs> 人混みは良くないね。 あの、筋肉痛、関節痛、頭痛はないですね。はい。それはないですね。ちょっと涙が出るかな。で、会社の人で同じような症状になった人はいないですね。はい。いない。ってことを考えると、って感じになりますね。症状はそんな感じ。で、最後の理由は、トイレで、 便利なんで、ジェットタオルっていうんですかね。あの、風でブォーって言って、手の水滴を吹き飛ばすやつあるじゃないですか。あれを、コロナになった後は気をつけてたんですけど、やっぱ便利なんで、あれを使っちゃうんですよね、トイレで。そうすると、あそこにもし菌が付着してた場合、それが手につくじゃないですか。で、手洗った後に乾かすわけなんで、もう、あの、 その後何もしないわけですよね。手洗ったと。なんで。そうすると、それで、その後に <coughs> 何か食べたりすると、あーでもそれはないかな。手,手を使う。まあわかんないですけど、可能性はあるかな。要はトイレで誰か他人が何かキーを持ってたとして、で、ジェットタオルを私も使った。そこで映った。 で、その手で、私が何かを食べた。違うかなわかんない。でも、それぐらいしか考えない。前回のコロナの時は、あの、すごい遺してた人、いや、わかんないですけどね。いいたんで、近くに。<laughs> かなとは思ってるんですけど、わかんないですね。手袋を、 白六時中するとか <laughs>。わからない。どうしたらいいんだろう。手洗い。手洗いはしてんだよな。ハンカチを使うんですよね。だからやっぱね。ハンカチ、自分の。うん、いや、マスクもしてんだよな。 まあだから、エアコンのホコリとかカビとかを吸ってしまったから喉が痛くなったと思い込んでた数日間にそうではないと気づいたら早めに薬を飲む…あでも薬飲んだんだでもあんまり強くない薬だ普通の瓶に入ってるまあそんな感じですはい てコロナの検査受けますかって言われる気がすんでまあ受けてはっきりさせてって感じですかねはいじゃあありがとうございましたではまた